トゥランドブルグのお時間です。はい、世界の終末を描いた究極の予言書ヨハネの黙示録の内容が本気でヤバすぎる。今回は新約聖書最後の聖典であり唯一の予言書とされるヨハネの黙示録について徹底解説していきます。ということで本日はついに、はい、世界の終末を描いた予言書ヨハネの黙示録のお話でございます。ヨハネの黙示録、なんか聞いたことはあるでしょ。なんかさすがに聞いたことある。どんな内容かは知ってますか。知らん。知らんのかい。それは知らん。知らんのかい。それは知らん。まあね、まあ、最初にも言った通り、うん、ヨハネの黙示録とは新約聖書のラストを飾る聖典であり、うん、唯一の予言書と。あ、唯一のね、予言書なんよ。はいはいはい、はい、そう言われる内容なんですけども、まあ、キリスト教徒の間でも、うん、その内容の解釈とか聖典に入れんの入れへんのっていう、これ受け入れをめぐってずーっと議論されてきたっていう、はぁ、いろいろややこしい書物でもあるんですね。なるほど。そう、20億人以上の人間が信仰する世界最大の宗教キリスト教の聖書に記された予言とは一体どのようなものなのでしょうかね。想像以上にハードな内容となってますけれども、いっちゃいましょう。はい、使徒ヨハネが神に見せられた世界の終末。ヨハネの黙示録っていうのはね、うん、キリスト教の伝統の中ではイエス12人のね、うん、お弟子さんのうちの一人、うん、ヨハネという人物によって書かれた書物だと言われてるんですね、うんうん、でこのヨハネっていうのは新約聖書に登場する重要人物洗礼者ヨハネと、うん、まあ、同じ名前なんですよ。あー、なんかヨハネ確かに なんか救世主っぽい感じでヨハネも出てくるんだけど、おったね、殺されんのかいみたいなね、うん、このエピソードなんやねんみたいな、はいはい、そのヨハネと区別するために使徒ヨハネと呼ばれてます。なるほどね。そうで、重要人物の名前が被ってるってね、ちょっとややこしいんですけども ね、使徒ヨハネはもともとお兄ちゃんヤコブと一緒に漁師をしていたんですけども、うん、イエスと出会ったことで弟子になり、ね、行動を共にすることになります。はい、一番弟子ペテロも同じパターンやったよね。うんうん、ね、この使徒ヨハネは一番弟子ペテロ、お兄ちゃんヤコブと同様に十二使徒の中でも地位の高いお弟子さんだったと言われていて、うんうん、預言者エリアとモーセ、イエスの三人がね、ものすごく白く輝きながら語り合った、うん、イエスの変容というシーンに立ち会ったり、こういうね、うわ、神々しい、眩しがってる、眩しがってんのよ。イエスはこの世にいたけどね、エリアさんとか、うん、モーセさんはもうね、焦点してるのに語り合ってるっていうね。あ、すごい。一番弟子ペテロとこのヨハネが二人で最後の晩餐の準備をしたとも言われてます。おー、ちなみにね、十二使徒の中で最も若かったヨハネは、うん、最後の晩餐の頃はまだヒゲが生えてなかったと、まあ、考えられてて、うん、ね、だからこう中性的に描かれることが多かったと。あー、なるほどね、言われてるんですよ、うんうん、だからね、この見てこれ、レオナルド・ダ・ヴィンチの有名な絵画、うん、最後の晩餐ではイエスの隣にいるこの中性的な人物がね、使徒ヨハネだったと考えられてるんですよ。あー、女性だね。だからこうダ・ヴィンチコードではこの中性的な人物の正体は、うん、マグダラのマリアだったっていうね、はいはい、はい、そういうお話してきましたけどもね、うん、まあ、一般的にはこの左の人物は、まあ、使徒ヨハネだと言われてるんですよ。はい、でイエスの死後残された人たちによってイエスの教えがね、こうわーって広められていくんですけども、まあ、当時のローマ帝国は、いや、多神教の国で一神教を広めんなよと、うん、まあ、ぶち切れてたんですね、はいはい、でその結果キリスト教徒は迫害されて多くの信徒が殺されていったんですね、うん、でこの使徒ヨハネもローマ帝国に捕らえられてしまうんですよ。おー、でエーゲ海の小さな島に流されてしまう。流されるね、島流しに遭うんですけれども、まあ、ギリギリのところで生還するんですよ、うんうん、で彼はそこでヨハネの黙示録につながるもうとんでもない、うん、もう不思議すぎる、うん、カオスすぎる体験をするんですね。おー、気になる。そう、なんと、うん、使徒ヨハネはその島で神の啓示を受け、うん、これから起こるであろう未来の出来事を幻によって見せられたんですよ。おー、でその幻の中には、うん、恐ろしすぎる終末の世界の様子、大天使軍団と、うん、サタンの戦い、光が頂点に達した神の裁き、あら、イエス・キリストの再臨、うん、天国行きか地獄行きかを決める最後の審判、おっていうね、うん、人類が未だかつて遭遇したことのない、うん、想像を絶するシーンがね、うん、ものすごい勢いで展開されていったんですよ。やば。ヨハネは神にそれを見せられていく、うんうん、でこの内容がとにかくヤバいんですよ、うん、もう実際に起こる予言だとしたら、うん、もう絶対
対にその時代に生まれたくないと、まあ、なんか終わりそうやとんでもないレベルのね、うん、内容だったんですよ。はヨハネの黙示録の序文にはこれはイエス・キリストの黙示であると、うん、まあ、書かれているんですけどもね。黙示とはギリシャ語のアポカリプスが語源であり、うん、まあ、天の啓示を意味するね、そういう言葉なんですけども、つまり使徒ヨハネはね、この神からのこうメッセージをね、幻によって見せられ、その時見たことすべてが、うん、これは神の言葉でありイエス・キリストの証言だよと、いうことが強調されていくんです。なるほど。それではね、使徒ヨハネは一体どのような幻を見たのでしょうか。はい、あまりにも怖すぎる神々の登場シーン、ね、島流しの刑にあってトトモス島にいたヨハネはね、うん、ある日体がこうぐまぐままと霊に満たされていくような不思議な感覚を覚えるんですね。おでその次の瞬間、うん、後ろの方からパーンっていうね、うん、ラッパのような音が鳴り響いたんですよ。おーラピュタみたいな感じだな。もっとうるさい感じかなあれはなんか何やったけど、パッタンパッタッタンパみたいな、そんなんじゃないベーンみたいな、キラってもっとうるさいやーみたいな、わーってなんかあれお出迎えの感じ。確かにもっとうるさいみたいな、知らんけどな。でパッと振り向くと、うん、そこには7つの燭台があったんですね、うんうんうん、そしてその真ん中には人のような存在が立っていて、あら燃えるような目でこちらを見てたんですよ。怖っ。7つの燭台の真ん中 で、うん、でその白い人をよく見ると、うん、右手には7つの星を持ち、おお口からは鋭い太刀が飛び出してる。いや怖っ。どういうこと。弟子たちはそれ見てギャーって、ね、その姿を見てバタリと倒れ込んでしまうんですね。びっくりしてね、冒頭から怖すぎる。やばい。そしていきなり気絶した使徒ヨハネで、この真ん中の白い人はね、うん、この使徒ヨハネに向かって、うん、今から言う7つの教会に手紙を送りなさいと、うん、そう告げるんですね、うん、でそこから白い人は丁寧に手紙に書くべき内容を教えてくれるんですけども、うん、まあ、この辺の話は、まあ、教会のいいところとか悪いところみたいな、うん、割とどうでもいい感じの話なので、まあ、割愛しますね。はい。この謎の下りが終わると使徒ヨハネの前にまたまた不思議なことが起こり始めます。ほうほう。何かしらの気配を感じた使徒ヨハネが、うん、パッと空を見上げると空にね扉が浮かんでたんですよ。扉が、しかも扉が開いている。開いてる。空にある扉が、え、何あれ、どういうことと思いながら見てると、うん、最初に聞いたラップみたいな音がまたペーンって来た。ペーンペーンって鳴り響くのよ。はあはあ、うるさーと、ヨハネ思いつつラップの音を聞いていると、使徒ヨハネはとんでもないことに気がつきます。お、なんと、うん、そのラッパの音は、うん、ラッパみたいな声やったんですね。うわうわ声やったんや。ウェーンってなんか言うてたのよ。あーなんかがね、ラッパじゃなかった。でなんか言うてると聞いていくと、うん、このラッパみたいな声はこの扉まで上がってこいみたいな。あーちゃんと喋ってる。そうすれば今後来るはずのことをお前に教えようとちゃんと喋ってる。これはもう俺のやつやから知らんで実際はどうかは分からない。分かりました。そう答えた使徒ヨハネは聖霊によって引き上げられるんですけども、わーわーわー、扉の向こうに広がるもう衝撃的な光景を見てね、愕然とするんですよ。そこにはね、うん、玉座に座ってる神様がいた。明らかに。そう、それを取り囲むように、うん、24人の長老と長老4匹の謎の生き物が存在してたと。でその第一の生き物は顔がもうライオン、うん、第二の生き物はお牛、うん、第三の生き物は人間のような姿をしていて、うん、第四の生き物は空飛ぶワシのような姿をしていました。はー。しかもそれら4匹の生き物にはもう6個ずつね、うん、翼が生えていて、翼の内側のところまでびっしりと目ん玉が張り付いてる。うわ怖っ。ホラー映画ですか。ホラー映画や。もう情報量がすごい、ね、しかもこの4匹の生き物は昼も夜もずっと真ん中の神様に、うん、ありがとうございます神様ってずっと感謝の言葉を捧げてて意外とそういうキャラだ。そうそうね、わーって感謝捧げてて、うん、そのために24人の長老もありがとうございますって礼拝するっていう、あらららら、感謝の無限ループがね行われてる。行われてる。で使徒ヨハネももう完全にパニックやったと思うんですけども、うん、彼はね真ん中に座ってる神様が7つの封印を施した巻物を持ってることに気がつくんですね、うんうん、でそれに気づいた瞬間強そうな天使がね、このように言ったんですよ、うん、この巻物を開いて封印を解くのにふさわしいやつはおらんかねと。おー、それを聞いた使徒ヨハネは、うん、ね、苦労してきたことをいろいろ思い出したんですかね、うんうん、彼は泣きながら、うん、神の持っている巻物の封印を解けるような人間はこの世にはいませんと答えたんですね。なるほど。で使徒ヨハネがしくしく泣いてると24人いる長老のうちの一人が、うん、泣くのはおやめなさい、うんうん、ご覧ユダ族出身のライオンでありダビデの子孫が、うん、あの巻物を開き7つの封印を解いてしまうよと、うん、優しく言ってきたのよね。あらあらあら。ユダ族といえば
イスラエル十二支族の中でもリーダー的存在ですけども、うん、そのシンボルといえばライオンです、うん、でユダ族でありダビデの子孫といえばもうイエスのことを表しているのは明らかですよね、うんうん、よくわからないという方はこちらの動画をご覧くださいね、はい、そして長老がそう言った後神様が座る玉座と4匹の生き物、うん、でその長老たちの真ん中にほふられた、うん、ほふられたまあ殺されたかのようなね、うんうん、子羊が立ってたんですよ。子羊ほふるという、まあ、殺されたという意味なので、うん、まあこれまた処刑されたイエスのことを表している。イエスも処刑されてますからね、うんうんうん、でこのイエスを表すこの子羊は7つの角を持ち、うん、7つの目を持っていました。うわーすごい、とにかく目が多い、目がすごい、ね、目がすごい、まあ、こんな感じですね。うわーすごいね。で突然現れたイエス子羊は、うん、玉座に座る神の前に進み出ると、うん、神の持つ封印されし巻物を受け取りました。はい、こんな感じですね。あ、受け取った。目とね、歯はいいですね。ね、封印を解くのか。そうで、この巻物を子羊が受け取った瞬間、うん、4匹の生き物と24人の長老はもうひれ伏し、うん、音楽を奏でながらもう賛美歌を歌い始めたのよ。ほうほうほう、あなたは神から巻物を受け取ったと、あなたこそその封印を解くのにふさわしい方ですと。はいはいはい、なぜならあなたは殺され、一緒に言うといてやれてた俺と一緒に、あ、無意識やった、無意識一緒に乗ってたから、すごい乗ってたか。で、なぜならあなたは殺され、うん、あらゆる部族とあらゆる国の、うん、あらゆる国民のあらゆる民族を救ったからですと。お、救ったから、あなたの血潮によって全ての人々は罪を償われたからですと。おお、以前もね、まあ、パウロの回とかでお話してきましたけども、うん、まあ、イエスというのは、まあ、人々の罪を背負って亡くなり、はい、ね、償われたという、そういう話やからね、うん、まあ、そういうことを言ってるんですよね。なるほど。で、呆然としながら未来に起こるとされるその不思議な光景を見続ける使徒ヨハネ、うん、で、その次の瞬間にはなんと、うん、巻物を受け取ったイエス子羊が、うん、7つの封印を一つ一つ解いていくという、おー、そういうシーンが展開されていくんですね。あら、こっからですよ。おー、まず子羊が一つ目の封印を解くと、ヒヒーン、ね、白い馬が現れます。はい、その馬の上には冠をかぶり、うん、弓を持った人物が乗ってたんですけれども、彼は馬で駆け抜けながらさまざまな戦いを繰り返し、うん、その全てに勝利していくんです。お、急に誰って感じやけども、うん、ヨハネの黙示録19章にも白い馬に乗った存在が登場するんですよ、うんうん、でこの時はイエス・キリストだと記されてます、うん、なるほど、まあ、白イコール神聖な存在を表してますしね、うんうん、じゃあこの時現れたのもイエスって感じがしますけども、実はこの時現れたのはイエス・キリストではなく、ではなく偽キリストだと考えられてるんですよ。偽キリスト、そう、なんでかというと、うん、イエスが地上に現れた時は、うん、平和が訪れると言われてるのに、うんうん、この白い馬に乗った男はもうずっと戦い続けてると、弓矢でね、そう、顔も怖いと、うん、このシーンが意味するのはつまり、うん、終末の世界には、うん、救世主のふりをした、うん、偽キリストが現れるよと、あ、いうことを暗示してるんですよ。なるほど。そしてこの偽キリストは終末の時代においては、うん、世界的に大きな権力を持つようになり、地上の人々も騙されて、うん、こういった本物のメシアだと、うん、勘違いし尊敬の根を持って受け入れていくと、そういう未来があるよということを示してるんですよね。はい、これがヨハネの黙示録に記される第一の予言。はい、白い馬に乗った男の正体は、うん、イエス・キリストではなく、うん、ヨハネの黙示録の4騎士のうちの、うん、第一の騎士であり、うん、支配を司る悪魔的な存在だったと、うわー、いうことなんですね。あらあらあら。で、彼は勝利の上に勝利を重ねることから支配を、うん、ね、象徴する存在だと考えられています。うん、終末の世界に現れる偽キリスト、支配を司る存在とか言われるとなんか想像が膨らみますけども、うん、現実世界ともね、うん、リンクするというか、うん、まあ、これまでお話してきたこうなんかいろんな話にもつながりそうなね、そうやね、話やんかこれってね。やだね。で、白い馬が駆け抜けた後、うん、イエスは第二の封印を解きました。はい、すると次はね、うわーと、うん、赤い馬に乗った勇ましい男が現れます。あ、また強そうなので、この男は地上から平和を奪い、うん、人間同士が殺し合うようにする権限と、うわ、大きな剣がね、うん、与えられていました。剣で、彼は戦争を司る騎士で、うん、彼の存在によって地上のあらゆる場所で戦争とか殺し合いが起こるようになると、うわ、言うんですね。はあ、まあ、新約聖書の中には人々が平和だと思っている矢先にね、うん、突如として滅びが襲ってくるという記述があるんですけども、うん、まあ、そこにも繋がってくると、うん、そして第3の封印が解かれると次は、うん、飢餓を司る黒い馬が現れ、あら、第4の封印が解かれると、うん、青白い馬が現れます、うん、この青白い馬の乗り手は死という名前で、うん、地上の4分の1を
飢饉とか、うん、疫病や地上の野獣を持って殺すことができると、うわ、そういう権限を持っていました。ここまでが馬によって現れるヨハネの黙示録の4騎士の登場シーンです。うん、ちなみにね、大人気漫画チェーンソーマンのね、うん、第1部の敵が支配を司る悪魔で、第2部の主人公が戦争を司る悪魔なんですよ。あららら、一緒や。飢餓の悪魔とかも出てくるし、うん、まあ、この漫画はヨハネの黙示録で描かれる終末の世界を描いていることがわかるんですね。なるほどね。こういう情報知っておくと、うん、漫画のこう設定とかもこう分かった、映画とかね、うん、ちょっと話がそれましたけども、次に第5の封印を解くと、うん、今度は神にこう忠実であり続けたのにね、うん、殺されてしまった、うん、まあ、キリスト教徒の殉教者たちの魂が現れるんですよ。あららららら、神様死に続けたのに、うん、なんで殺したんですかと。死んじゃったやんかと。でその魂を大声で、私たちは主への愛を貫いて死にました、うん、なのにあなたはなぜ地上に住む者たちに裁きを行わず、私たちの流した血の復讐をしないのですかと、うん、訴えたんですよね。はい。するとね、神様はね、うん、その魂の一つ一つに白い衣をこう与えていくんですよ、うんうんうん、殺される人数が予定された数に到達するまで待ちなさい、うん、ああもうちょいね、優しくね、優しくというか詳しくだからそれこの先生ちょっと違和感じゃない神様はね、殉教者が予定された人数に達したら神の裁きを下すよと言ってるわけやから、はいはい、めちゃくちゃ意味深な言葉なんですよ。優しい言葉かなもっと死んでったら溜まってくるみたいな、そういうことや。信徒たちがたくさん死ぬのは最初から想定済みではいはいはい、一定の数に到達するまでは神様動かないよと、うん、なるほど、言ってるわけやからね。確かに。そして次に第6の封印が解かれると、うん、その瞬間にドーン、わわわわわ、大地震が起こるのを使徒ヨハネは見ました。あららら、太陽は黒くなり、うん、月は血のように真っ赤に染まります。で天の星々はこう振り落とされるように地上に落ちて、地上の王や、うん、様々な権力者たち、うん、全ての奴隷民や自由民たちもことごとく凍結とか、うんうん、山の岩陰に姿を隠しました。うん、太陽が黒くなるってなんか日食とかね、うん、月が血のように赤くなる時もあるし、はいはい、天の星々が振り落とされるように地上に落ちるって、うん、なんかホビ族の予言とかにもあったよね。ね、まあ、人工衛星が落ちるとかいう話もあったし、うん、で人々はこう洞窟とか逃げていくんですけど、うんうん、絶望に震える彼らはこう叫びました、うん、山よ、洞窟よ、神と子羊の怒りから我々を隠してくれ、うん、あの方たちの復讐に燃える大いなる火が来たのだと、まあ、このように言うわけですよ、うんうん、でここでポイントになってくるのは、うん、このタイミングで神の裁きが下り始めたよと、第6の封印を解いたタイミングでね、はいはいはい、だからどういうことかというと、うん、第5の封印の時点ではまだね始まってなかった神の裁きが、うん、第6の封印シーンではついに下されてる、うん、ついにね起こってるもんね。第5の封印で予定してる人数が死んだら、うん、神の裁きが下されるよと、うん、もうすぐみたいな感じ言ってるのに、うん、第6の封印ではそれがスタートしてるってことは、うん、急にね、第5の封印から第6の封印までの間は、うん、ある程度の時間が経過してるってことやんか。確かに。つまり第1の封印から第7までの封印は、うん、時系列順に時を超えて描かれてる可能性が高いと、いうことになるんですよ。なるほどね。第一の封印では偽キリストによる支配、うん、そしてその後の第二の封印では世界中で巻き起こる戦争、うん、第三の封印が飢餓、第4の封印では飢饉とか疫病で4分の1、3分の1の人が亡くなり、うん、第5の封印では大勢死ぬ殉教者たちの声が描かれていて、うん、第6の封印ではついに神の裁きが下される。怒ってるね。なんかこう前回の動画を見た上で見ても、リンクしてくるというかね、なぞってるというかね。そう。しかも14世紀に大流行した黒死病によって、うん、ヨーロッパ人のね、3分の1が亡くなったと言われてるので、これもなんか絶妙にリンクしてくるんですよね。確かに。で、このヨハネの黙示録がね書かれたのって、うん、1世紀末頃だと言われてるんですよ。だから単純に今の感覚で見ても、うん、現段階で結構当たってる気がしなくもないというかね。そうやね。でこの神の裁きがこう大地震から始まるっていうのもなんか嫌な感じっすよね、なんかね。うん、怖いね。でね、ここの流れでちょっと小話みたいなのが差し込まれるんですね。ほうほう。第6の封印が解かれた後、うん、地上の四隅に4人の天使が現れました。おう。で彼らは頑張ってありとあらゆる風をねせき止めていたんですよ。うん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 。でしばらくすると、うん、太陽が昇る東の地から、うん、もう一人の立派な天使が神の刻印を持って現れたんですよ。あらららら、すごい。東からね。この立派な天使は他の4人の天使たちに向かってこう言いました、うん、君らが地上とか海に危害を与えることができる天使さんやねと、うんうん、今から私が神のしもべたちの額に烙印をしていくから、はいはいはい、その間は地上にも海にも樹木にも危害を与えたらあかんでと、うん、まあ、そこからはこの天使がイスラエルの子孫のあらゆる部族に神の刻印をしていくと、うんうん、でも最終的
にはイスラエルの民だけではなく、まあ、キリストの信徒みんなを救うよみたいなオチで締めくくられている。お一説によるとね、キリスト教においてこの東の地というのが、うん、めちゃくちゃ肯定的に捉えられているのはこのシーンが理由の一つなんじゃないかとも言われてるんですね。なるほどね。封印の下りが続く中で突然このシーンが差し込まれているっていうのも、うん、なんか不思議やんかと。まあなんか大事そうやね。そうだから東の地イコール日本と結びつけて考える人もいると、うんうん、で僕たちもこの東のメッシアについてお話したことがあるんですけども、うん、まあその辺のお話はぜひねこちらの動画をご覧ください。はい。でこのエピソードの後についに第7の封印が解かれます、うん、ついにラスト封印を解いてしばらくの間はなんかシーンとしてたんですけども、うん、突如神の前に7人の天使が現れました。おで神はそれぞれのね、うん、天使にラッパをはいどうぞって与えていったんですよ。はははこの7人の天使がパーンとね順番にラッパを吹くと、うん、次々と恐ろしいね天変地異が起こってくるんですよ。そんなタイプもう全然癒さへん裁きですから。裁きやからな。それはもう人類がもうめちゃくちゃ少なくなるレベルの災害が起こりまくるんですよ。もうええやんと、うん、やりすぎやん、うん、もうそろそろ終わりにしてよって、うん、怖い怖いぐらいの虐殺のシーンが続くんですけど、ヨハネの黙示録ではこの第7の封印が解かれた後に本格的な裁きが始まります、うん、こっからで、こっからがねまたまた熱心なトゥーランド Vlog ファンの方なら、うん、ちょっと考察してしまうポイントになってくるね。おそういうのも出てきます。はい。天使の大軍団と太古の蛇サタンの戦いね、世界が大混乱に陥る中ついに天でもね、うん、争いが起こり始めます。天でも事の発端は、うん、ある女性の出現から始まります。あら天から現れたその女性は太陽を身にまとった女性。おおで月を足の踏み台としてたんですよ。いやんビヤーンってめちゃくちゃ巨大な女性なのか、月にまつわる何かを従えていたのか分からへんけども、ものすごいインパクトのある登場シーンで出てくるんですけど、その女性はお腹に高野としていた。おで陣痛で苦しんでたんですね。あ、そうなんや。そしてその次には7つの頭と10本の角を持ち、うん、7つの王冠をかぶった竜が現れるんですよ。すごい竜ドラゴンがね、うん、でこのドラゴンはね尻尾の一振りでプワーンとね星々の3分の1は巻き取られて、地上にドドドドドと降り注いでいく。やばで、この竜は女性の上にパーッと立つと、うん、子供が生まれるのを待ち構えてるんですよ。おーらーらーら竜はね、うん、その子供が生まれた瞬間に丸飲みしてやろうと、うん、待ち構えてたんですね。なるほど、ずっとこう待ってるやんどこで構えてるその子供は、うん、鉄の杖を持って全ての民族を支配することになるっていう、そういう存在やったんですよ。ちょっと怖めの存在。いや、救世主です。あ、救世主なんや。鉄の杖を持つ救世主が生まれると。うん。もう要は月を従えた太陽元の女性から、うん、太陽ってことは東ですよね。ああ、なるほど。その人がメシアを生むと。ああ、はい、はい。いうシーンが描かれてんねん。そのメシアをうらやと。そういうことよ。うわー。サタンはそいつを食べたろと。なるほど。待ってんねん。ああ。で、待ってて、その女性も苦しんだ後に、こう、メシアを産みようとするんですけども、うん、すぐに天使たちに保護されて、うんうん、玉座に座らせる。お、いけた。玉座ってことはもうメシアよ、完全にね。もうね。だからさっきも言ったみたいに、東の力を現れた女性っていうことになるし、うん、で、月を足場にしてるっていうのも考察したくなる感じになるけどね。うんうん。で、無事に子供を産んだ女性も、神が用意した隠れ場所に逃げ込むんですけども、うん、ここからね、うん、メシアを食べれなかったとブチ切れた竜がね、すなわちサタンが暴れ回ります。はい、うん、で、ここから天界の大天使軍団と、うん、太古の蛇とも呼ばれるサタンとの戦いがこう始まっていくんですよ。おー、大バトルが始まる。すごそうやな。そう、不思議なのは、うん、ヨハネの黙示録ではサタンの手下のこともね、うん、天使という表現で表してて、まるで天使軍と、うん、その反乱軍の戦いみたいな、まあ、雰囲気になってるんですよね。なるほど。で、最終的にサタンはこの大天使軍団に敗北して、うん、地上に投げ落とされるんですよ。そう、地上に落とすなよって感じするけどな来るやんか来るやんか俺たちにと。で、天使に敗北して怒り狂ったサタンは次は、うん、イエス・キリストのこう信者というか、うんうん、信徒たちに攻撃を仕掛けていく。うわやっぱり。でもダイレクトアタックじゃなくて、うん、サタンは2匹のとんでもない獣に権威を与え、うん、地上の人々を惑わすという作戦に打って出たんですね。なるほど。だから人間の皮をかぶった悪い獣がサタンから権威を与えられて地上の人々を騙していくっていう、惑わせと、そういうシーンなのよ。なるほど。そのうちの一匹の本当の姿は、うん、7つの頭を持ったライオンフェイスの化け物。
で、サタンは彼に自分の持っていた力と権力、その王位を授けました。うん。こんな化け物ですね。うひゃー。ね、基本的に顔が多いよね。ね、それにしても王位を授けたっていうの気になりますよね。そして第二の獣は、人々の右手とか額に、刻印を打っていきました。うん。彼は人々に666の数字が入ったね。おお。悪魔の数字と呼ばれてますからね、キリスト教では。あ、そうね。ね、その数字の入った刻印を刻み、うん、この刻印がないものは、仕事に就くことも、うん、買い物をすることもできないようにしたんですよ。何もできへんやん。そう。ね、これまた気になるエピソードじゃない？うん。権威を持ち、人間が崇めるようになった獣が、うん、人々に悪魔の通じが入った刻印を売っていく。売っていくと。それを売ってない人は買い物とか、うん、仕事ができへんって。うわー、なんかね。この話もなんかイマジネーションが膨らむ表現よね。なんか。ついに訪れる。イエス・キリストの再臨。で、ここまでもいろいろな最悪がありましたけども、神の裁きはまだ本番ではありませんでした。まだ。なんとここに来て、うん、神の怒りが頂点に達すると。時間差というかね。このタイミングで。まだやったんかいと。結構食らってるよ。食らったけどね、うん。でも愚かな人間たちにとにかくぶち切れたんですよ。うん、で、災害を下す任務を与えられた、7人の天使はね、神の怒りがこもった7つの鉢をね、うん、授かって、うん、地上にバッと注ぎ込んでいくんですよ。はあはあ、こんな感じでね、バシャーンとね。てるね。で、これによって悪魔の数字を体に刻んだものは、うん、悪性の腫れ物ができたりとかね、海の生物が全部死んだり、川の水が血に変わっていくんですよ。こういう表現もネイティブアメリカの予言の民と言われる、うん、ホピ族もね、最終的にこう世界はこう滅びていって終末の世界になっていくと海の生物が全て死んだりとか、うんうん、みたいな話をしとったやんか。はいはいはい。そこもちょっとリンクしてくるんですけど、で、この太陽の熱が人間を焼き尽くし、うん、またまた大地震が起こって、島も山も消滅していく。うわ、もう何もなくなっていく。もう紛れもなく世界の終わりがこう起こっていくんですよ。もう誰が生き残ってんねんっていう。これ無理ちゃう。そういう希望感のエピソードが続きますけども、うん、まだ予言は続きます。まだ。そう。その後は、みだらな女性であり、偶像崇拝者の母バビロンっていうね、うんうん、存在が天使によって徹底的に滅ぼされていくシーンが描かれていき、うん、人々は喜びの声を上げていく、うんうん、自分たちを抑圧してきた存在から解放されたっていう、そういうシーンを描いていくんですよね。なるほど。で、ここでついに、うん、あらゆる罰が終わって、お、奇跡の時間が訪れます。そんな中で天は開き、うん、そこから一頭の白い馬と、お、それに続く軍勢がこう現れるんですよ。おうおうおう。で、その白い馬に乗っているのはもう正真正銘、はい、さっき出てきた偽物じゃない、うん、彼こそが本物のイエス・キリストやったんですよね。ようやくキリストが出てきた。やっと来てくれたと。めちゃくちゃ被害大きかったけども、うん、なんとなくハッピーエンドの気配が出てきたと、うん、ようやく。でも、うん、ここでイエス・キリストの軍勢と、うん、地上の支配者となった、うん、悪の獣たちまだおるからね。はいはいはい。こいつらとの最後の戦いが始まるんです。ここを勝たないとってやつだよね。これが俗に言われる最終戦争、ハルマゲドン。見て、この絵画はなんかもう、軍隊よね、普通に。ああ、ほんまや。現代のことを言ってるよね、これ。ほんまや。イエス・キリストの軍勢は、めちゃくちゃ強くて、うん、悪の獣たちや、うん、悪魔の刻印を押した者、うん、偽預言者たちを一瞬にして捕らえていきます。おー。そして捕まった悪の手先たちは、うん、生きながらにして、硫黄の燃えるえげつない火の池に投げ込まれ、残りの者たちも、イエスの口から飛び出た子たちによって、うん、切り殺されていきます。いや、でもね、イエスが来たら争いなくなるんじゃなかったっけ、ね、感じもしますけど、意外と残酷な、この、めちゃくちゃ殺してるやんと。とにかく悪者は徹底的に排除していくイエスですよ。うん。この段階で言った悪者は結構生き残ってたよね。まあそういう感じやな。でも殺されていって、うん、戦争の最後のシーンでは、一人の天使が現れて、うん、竜であり、うん、太古の蛇とも言われたサタンの体を、ゴンブトの鎖でぐるぐる巻きにしていって、で、この悪魔をサタンを底なしの深淵にポイって投げ込んで封印してしまったんですよね。底なしにね。そう。で、ヨハネの黙示録の記述によると、サタンはここから、うん、千年間はこの深淵から出ることはできなかった。その期間中は人々を惑わすことがなくなったと記されてるんですね。うんうん。でもサタンが封印されるのって期間限定なんや。千年後にはまた出てくる。出てくんねやっていう疑問も生まれますけども、うん、やっとね、悪の獣もサタンも地上からいなくなり、おー、まあ、世界に平和が訪れたわけですよ。でもありえないほどね、うん、大災害続いたから、もうぐちゃぐちゃちゃう、ね、山も島もなくなってるから、うん、ほとんどの人間が死んでしまいましたよね。そうね。誰も生き残ってないのに、うん、平和になっても仕方ないやんかと。もうね、もうどうしようもない。どんなモチベーションやねんと嘆きそうになるんですけども、うん、ここでイエスは、うん、とてつもない奇跡を起こしたんです。なんと、うん、神を愛し
神の教えをまっすぐ伝えたために、うん、首をはねられてしまった信徒や、うん、悪の獣の像に礼拝せず、うん、悪魔の刻印をその身に刻まなかったま、うん、っすぐな人たちを生き返らせていったんですよ、うん、この奇跡をヨハネの黙示録では第一の復活と呼んでます。おイエスはこの奇跡の力で生き返った人たちと共に、うん、そこから千年間、うん、王国をね一緒にこう統治していったと。おー、まあ、千年は平和確約されてるからね。そう、千年王国をね作ったんですよね、うん、おで千年後封印が解かれた悪魔をサタンが再び、うん、ふわっとね、まあ、来るね姿を現すんですよ、うん、ここからまたすんごいバトルが始まるのかと思いつつ、うん、サタンは天からいきなり降り注いだ火によって、うん、焼き尽くされてしまいます千年間我慢したのに。そうそうそう、出てやろう思ったらポーンって一瞬ポーンラララララ、サタンの出番終了です。終わった、こんなことなら早してよと。もう誰これやったんだ。でもまあもしかしたらこのプロセスもね、まあまあまあ、まあ、人類にとっては必要だったのかもしれない。はい、で物語は、うん、いよいよ最終局面を迎えます。おお、悪魔をサタンを倒すとね、空から巨大な玉座に座ったイエス・キリストが姿を現します。うん、そしてその瞬間天と地はね、うん、イエスから逃げ出すんですよ。天地が跡形もなくなってしまう。天地創造ではなく天地消失。消失、まあ、虚無の世界なんかな。うん、もうこうなってくるともはやどんな空間がこう広がってるのか想像もできへんけども、わからんね。ここからさらに、うん、とんでもない展開になってきます。なんと、うん、さっきは神に祈り続けた人とか、うん、悪の烙印を押さなかった人たちが生き返ってましたけど も、うん、もうほとんどの人たちが、うん、生き返るんすよ。おお、そうなん。まあ、これまでどのタイミングからカウントしてるのかわからんけど、うん、まあ、これまでに死んだもう様々な人間がイエスの玉座の前に立ってたと。虚無の空間に、虚無に、まあ、彼らは各々のこれまでの行いによって、うん、裁かれていくと。これがミケランジェロの絵画でも有名な、うん、最後の審判のシーンなんですよ。こういう絵見たことないですか？うわー、あるね、あるわ。そう、この絵画では、うん、イエスがこう右手を上げて、うん、こう裁きというかね、うんうん、審判を下しているシーンが描かれていて、下してるね。でこうやって川だらけの人おるやん、こうやって。うわー、川だけの人とか、下の方にはこうなんか悪そうな悪魔みたいな人おるよね、鬼みたいな。おるね。この右側が地獄に落とされる人々。左側の人たちがこう天に召されていくっていうね。あ、そういう人々を描いてるんですよ。へえ。行いが悪かったもの、つまりイエスが持つ命の書に名前が記録されてない人間は、うん、火と硫黄の燃える池にぶち込まれていった。うわ、もともと死んでたのにやで一回生き返らせられて裁かれ て、また硫黄の池そうそう、何それ、何これ、厳しないの厳しいな。大量の人間の裁きが終わり、うん、生き残った人たちがこう一息ついていると、うん、跡形もなくなっていた空間に、うん、新しい天と地が現れて、おガシャンと、あら、新たな聖地エルサレムが降ってくるんですよ。へーで、新たな聖地エルサレムは宝石だらけの輝く場所で、水晶のように輝く川が流れるっていうね。おー、まあ、素晴らしい土地だったんですよ。美しそうなね。そうで、最後の審判で選ばれた人々は、うん、この新たな聖地エルサレムで、うん、永遠にね神様と共に暮らすことになったとさ。めでたし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 、はい、ってことね、うん、人ヨハネが神から見せられたっていうね、うん、幻はこんな感じなんですよね。はぁ、おもろ。ずーっとねもうびっくりするような光景を見てきたから、うん、人ヨハネはね、うん、急にパンとうわ終わった感じてハッとするわけですよ。幻を見せてたこう天使はねすごかったやろと、うん、でもこれは真実やでと、この大切なことを君らに伝えるために私は使わされたんやでと、うん、この予言の言葉を守ってなと言ったわけですよね。うわ、その通りなる。そう、うん、こういった経緯で使徒ヨハネは黙示録を世に残したということなんですね。はぁ、ヨハネの黙示録ではイエスのこのような言葉で締めくくられています。うん、心しなさい、私はすぐにでも来る、私はアルファでもありオメガでもある、すなわち最初のものであり最後のものなのだ、悪いことはしたらあかんよというわけですよね怖い。だからこの終末の世界ってのはいつ来るかわからんから、うん、キリスト教の人たちは、うん、早くみんなを救わないとっていう、あー、そういうモチベもあるわけよ。そういうモチベあるんやね。そう、ということで聖書のラストを語るヨハネの黙示録のお話はいかがだったでしょうか。ね、もう頭が狂いそうになるくらいのね、うん、もう衝撃シーンというか、うん、カオスな展開の連続でしたよね。ねえ、えぐかったね。しかしそんな情報の中にも、うん、これまでの動画にもつながるピタピタポイントとか、うん、今後のシリーズの伏線となるような、うん、重要情報が目白押しでございました。すごかったね。トゥーランド V5 ではこれまでに
現代は終末の世界に突入しているのではないかというお話をしてきましたけども、うん、ヨハネの黙示録を見ると、うん、絶対に遭遇したくないなと心から思えるような内容でしたね。いや最後えぐいね。ねちょっとこの終末の世界は回避しましょう、うん、ちょっとね当チャンネルではね、これまでに旧約聖書から新約聖書、イエス昇天後のキリスト教の歴史からヨハネの黙示録まで、うん、いろんな内容を徹底的に深掘り解説してきましたけども、うん、タイミングがあればぜひね、全てのシリーズを通してご覧いただけると幸いでございますね。それで結構流れ頭入るかもね。そう、まあ、世界のいろんなことがわかる、うん、歴史の点と点を一本の線にすることで新たな発見があること間違いなしでございます。はい、ということで面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にね、僕らの SNS もありますのでチェックしてみてください。はい、またいち早く僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブリュー公式 LINE ね、こちらも概要欄から登録できますしね。まさきが大暴れ、うん、大奮闘しているもう一つの YouTube チャンネル、うん、トゥーランドクエストもね、おーほー大好評配信中でございます。パーパーパー、おーラッポイ、ぜひのラッポイ一度絶対に YouTube で話せない裏側を話している、はい、ニコニコチャンネルプラスも概要欄にございます。はい、でね、トゥーランド Vlog のたまにやってるライブ配信の切り抜き動画なんかね、うんうん、扱ってる切り抜きチャンネルもございますので、ありますよ、もうコンテンツ盛りだくさんやろね。だいぶあるね。トゥーランド Vlog いろんなことにチャレンジしておりますので、うん、ぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。お願いします。ということで本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ、バイバイ。はい、ということでね、いつもトゥーランド Vlog ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで、うん、私サムの初の著書、うん、古事記転生という本がね、はい、先行予約の段階で予約件数1万冊を突破しました。いやー、はい、ねー、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ということでね、古事記転生という本はですね、うん、まあ、YouTube ではこう表しきれないような、うん、まあ、世界観、メッセージなんかをこうストーリーとしてね、小説としてギュンって詰め込んだ、はい、そういう本でございます。いやー、もしね、気になるなという方がいたらね、概要欄からチェックしていただけるとめちゃくちゃハッピーでございます。わー、ハッピーピー。今なら先読みがちょっとできるよ。できるんだ私サムがね、まあ、1年ぐらいかけて、うん、まあ、作った本ということで、うん、まあ、そのうちの7ヶ月ぐらい僕の筆が進まなかったというね。うわー、まあ、初めてですからねなんか乗ってこんと書けないみたいな感じで、あー、ちょっとでも気になった方はね、どんな作品かなと思ってチェックしていただけると幸いでございます。はい、ありがとうございます。